新日派、新日派とは一般に新日の外国人を指す。この意味における新日派については、新日、地日派を参照のこと。ここでは、韓国と北朝鮮の二国における差別対象、処罰対象である新日派、地日派について述べる。韓国と北朝鮮の二国においては、新日派は彼らの主張するところの歴史的経緯から、 外国や日本時代に順応して出世していたものなどへの否定的な意味合いで使用される。両国では実態よりもレッテル貼りとして性的などへの攻撃にも頻繁に使われる。日本外務省外交資料館等の資料を検索する限り、朝鮮半島地域において明治後期から大正、昭和、終戦前までは現在の新日派の意味での報告はない。 初代韓国大統領李承晩政権の施行した反民族行為処罰法、1948年9月法第3号に代表される猛烈な反日キャンペーンによって、新日派イコール反民族行為者認定と排斥から発生し、1960年代に活躍した在野の研究者臨床国の新日文学論で明確な新日行為と新日派の定義を与えているのが、 韓国出版物での初見である。なお、臨床国の意思を次設立されたのが、民族問題研究所、及び、統一時代民族文化財団とその参加の、新日人名辞典編纂委員会であり、ロブゲン大統領指名の政府委員会である新日、反民族行為真相、旧委員会とも、厚生人員で重複している部分がある。また、同委員会の厚生委員の中に、 父親が、旧陸軍の憲兵だったなど新日派を求断するには、あまりにずさんすぎる編成、そして、事故法ではないかという批判も根強い。新日派研究として、李工主等の研究が本格化するのは1990年代に入ってからである。朝鮮語においては、新日は日本語における、辞儀通りの意味ではなく、反民族的な響きを伴う。 意味としては日本語で言う外国やつや非国民に近い。韓国では、公的、競技には、日露戦争以降、日本統治時代における、開花早い新海のメンバーなどを、新日反民族行為者とし、また、より抗議、一般的な意味としては、韓国と日本が戦うとき、日本の肩を持つ日本美意気の人のことを指すとされる。 前者の意味するところは日本語の外国やつに等しいが、後者の場合でも、通常反民族的行為と捉えられる。日本統治時代以降の人物でも、日本の統治を肯定、称賛、賛美したり、領土、慰安婦、教科書、海外遠征売買春など日韓で問題となっている事柄について、日本寄りの意見や、韓国、朝鮮においてみなされる。 日本人の右派と同様の発言をしたり、良心的韓国知識人、韓国の冷静さに欠ける行為を日本と比較し、意見すると、親日行為と取られ批判の体となる。特に、日本の統治を肯定的に捉える意見を述べた、金韓賞、五前科、半昇介といった人たちは新親日派とも呼ばれる。新右翼のニューライトグループも韓国併合を肯定するなど、親日派である。 韓国政界においては、過去の日本統治協力的行為をやり玉に、揚げ政敵を攻撃する場面がしばしば見られる。先祖によるものであっても実際に、新日反民族行為が確定すれば、失脚は免れない。北朝鮮系、ウェブサイト、我が民族同士、ウリ民族ギリ、は、2006年に自民党の招きで来日した牧金恵みを、日本の歴史愛局と独当への野望などに、 言及しなかったことは、新日売国行為であと批判した。また、東海を平和会とすることも検討できると述べた、ロブ元大統領も、新日と批判された。韓国政界だけでなく、芸能界でも、新日や和食は避けるべきタブーとされる。殴り殺される覚悟で書いた、新日宣言を表した、長秀夫は、産経新聞とのインタビューで、竹島や、 教科書問題の対応は本の方が一段上と述べたことや2005年に制定された島根県の竹島の日でさらに高まっていた反日感情の煽りを受けテレビの司会を降板し新日発言を謝罪したさらに2008年韓国ロウソクデモにおいてデモ隊に反対し一人デモをした学生が新日派と罵られるなど反民族行為とみなされれば 日本に関連していなくても用いられる。一方、似たような意味の朝鮮語として、イルパ、デュパは、漢字の派には対応していないがある。これは、盲目的な熱狂的、日本ファンを指し、通常、これに、民族意識を喪失した、無視料なという意味が付け加えられる。新日派とは語源をことにしているが同様に警告的、部別的な意味で用いられる。一方、 イルパでは無視力さ、無分別さに重点が置かれ、通常政治的、歴史的な意味合いは薄い。現在の日本に好感を抱いている、あるいは親しみを感じているという人は少なからずいるとされ、日韓関係の改善により年を減るごとに増加中で、あるとされてきたが、現在では減少しているという、韓国の有力新聞、中央日報の調査による統計もある。 日本留学経験などがあり、日本との人脈、日本への造形が深く、日本の立場には立たないが、盲目的に批判せず日本を評価し、理解を示す人たちは、地日派と呼ばれ、新日派とは区別される。国際交流基金、川越下共祭の第38回、外国人による日本語弁論大会において、隣の韓国人を発表した。 ディナオーラク・イ・サン・三クのスピーチでも地日派という仕様が見れる。また、日本文化、日本人タレントに熱狂するといったような文化面での新日感情を示す若者は、イルパと呼ばれ、反民族的とみなされる、新日派とは異なった扱いを受ける。1948年8月の大韓民国政府樹立後、反民族行為処罰法を制定。 1948年10月1日には、同法に基づき、反民族行為特別調査委員会、反民特異を設置した。しかし、新日派の経歴がある、警察幹部らが逮捕されるに至ると、李昌番大統領は1949年6月に、ソウル市刑により、反民特異の事務所を包囲、所属の特警隊を解散させた。その後、 反民族行為処罰法が改正されると、反民特異の調査委員らが7月に総辞職した。8月、控訴期限が完了、408件の令状が発布された。9月、反民特異調査機関特裁府、随機関廃止法案が可決され、12月には、反民族行為裁判機関臨時組織法案が可決された。特別裁判機関には559件が渡され、 このうち221件は起訴された。特別法廷はこのうちの38件を審査し、死刑1件を含む12人に有罪判決を下し刑を執行した。その他のうち18人は公民権を停止され、他6人は無罪、残り2人は有罪だが刑の執行は免除された。しかし、最高裁は朝鮮戦争直前の1950年3月、死刑執行を停止した。 このような背景から日本統治時代の反民族抗議者の生産が不完全であると考えるものも多かった。2002年2月28日、韓国国会民族正規議員の会が新日派708人名簿を発表する。2004年3月2日にはそれまで何度も不成立となっていた新日派民族特別法がロブ原政権を生んだ新北的。 民族主義的な政治情勢の下で成立した。日本では韓国に批判的な勢力がこれを冷ややかに受け止めているが、韓国内ではこれを過去生産の一環として支持するもの、傍観するもの、実質的な事後法による処罰であるとして批判するものなどもおり、反応は様々である。歴史的な人物に関しては、理官用や公私欲などは、大韓民国政府によって、 新日反民族行為者と認定されている。しかし、判定方法には、以下の新聞記事によればいい加減な方法であるとの指摘もある。この法律に対して、韓国のメディアなどから、2005年には、新日派に認定された人物が、植民地支配への協力によって不正に入手したとされる財産を没収するための、親日反民族行為者財産の国家貴族に関する、 特別法が成立している。これら親日派と認定された人物はそのほとんどが死去しており、実際にはその子孫からの財産没収となる。そのため、財産権の侵害や親族への連座性ではないかとの指摘もある。韓国大統領選にて、ロブゲンの政策とは逆に、北朝鮮に厳しい態度を示していた牧金恵みが有力な大統領候補となって、 ロブゲンの対抗馬となったため、ロブゲンは、牧金恵みの父親である、牧世紀元韓国大統領が日韓合の時代に、満州国の将校を務めていたことに焦点を当てて、この法によって、牧金恵みを、新日派の娘として攻撃する意図があると韓国の評論家から指摘され、過去に韓国を作り上げた人物を、新日派として貶め、北朝鮮に追従し続けようとする。 ロブゲンへの批判も高まった。前述の長秀や親、新日派のための弁明を表したことで、韓国内で猛烈な非難を浴びた上に名誉毀損と外観扇動の容疑で酷訴され一時逮捕された、金冠賞のように新日派を自ら名乗る人物も現れた。下記のように新日派であるのを理由として、迫害を受ける傾向にある。 2005年8月には、韓国の民間団体民族問題研究所と、その参加の新日人名辞典編纂委員会が、独自に認定した日本統治時代の新日課3090人の実名を記したリスト本が出版され、このリストの中には、韓国の知識人が多く含まれている。例えば、大韓民国陸軍参謀総長、韓国首相、国会議長を務めた、定位置 大韓民国国軍発の大将白禅。大韓民国陸軍少賞金赤元、これらの三人は、朝鮮戦争の三大英雄と言われる、元日本軍憲兵将校である。他には、東亜日報の創立者、金正主、朝鮮日報の社長だった方、当たる母、大韓民国大統領牧政紀、大極紀を考案した李氏朝鮮の政治家牧栄公。 原稿の一万本札に使われている清掃の肖像画を描いた韓国画家の大韓民国国家を作曲した綾康氏などが含まれている。そのためか実名を公表された人物や遺族から反発を受けている。朝鮮最初の芸術家局の大鳥戦歌の作曲家の高ンパは新日派と言われていたが、花城村では尊敬の対象とされ、音楽家の子孫は 高乱派たくさんの資料を持っているが、新日派の落印を押されるのを恐れて公開しなかった。このリストの選考基準の客観性に疑問を投げかける論者もおり、リヒサシカオル教授は、日程時代に文明について学習した人たちや、韓国に現代文明を根付かせた人物たちをすべて否定するものだ。と唱えていた。政府レベルとしては2006年12月6日、 新日反民族真相救命委員会が106人を記した名簿を確定し、2007年5月2日に、日本の植民地統治に協力した、李寛洋、宗平春、光栄益、李斎括、張茂則、拳十拳ら、新日白人について、その子孫らが所有する土地などの財産、時価36億ウォン相当、日本円にして、 約4億8千万円を没収することを決定した、多子戦術の新日藩民族特別法等のように、これらの行為は、大韓民国憲法における、第13条、第2項及び3項、いわゆる法の不訴求、第17条から19条、秘密と自由を保障する条文に反する。なお、大韓民国ではこれ以前にも公衆、事件特別法に関して大統領の未在任中の、 事故を停止するなど事実上罪を訴求させた事例がある。2010年7月に調査委員会は168人を親日派と認定、子孫が相続した土地など2373億、ウォン、約180億円相当を没収、国有化させるという結論を出した。金タスクチンの子孫である親僕、連帯国会議員金をつひは、親日的人物の子孫は、 政府機関の要職に任命してはいけないと主張しており、韓国のインターネット上では口論化され、実現されるべきであると指示れている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。